やいや、森川さん、そうは言っても今は暴力が来ています。選挙で全て決めなさい。そういうのを論客、結局は選挙というものに対して逃げ隠れし、何もしねえわけだ。投票すればたくさん人よりも票を取ると言いたい。そもそもこの近代における民主主義との称するものは、いわゆる多数決原理、つまり多い人間が少ない人間よりも偉いってことでしょ。多い人間はどうなんだよ、偉いのかよ。たくさんクズが集まってもクズなんでしょ。いいかい、じゃあシマウマ100頭とライオン1頭、どっちをどっちが偉いんだよ。どっちが強いんですか。皆さん、百獣の王はライオン1匹たりとも強いんです。こういう本来の必然性、我々は弱いから集まるんでしょ。多くの人間ってのはよく言葉で言う、皆さん方も言うでしょう、お母さんと共に言う、そんなバカなことしちゃいけません。みんなそう言ってんだから、みんなそういうことがいいんだろ。みんなということに対してのいわゆる幻想にみんな巻き込まれている。多くのものに巻き込まれることに対して自分自身を否定し、それ流されたことによって快楽を生じる。自分自身の意見なんかないんです。みんなの意見って何なんだ。何もねえんだよ、何もねえ。みんなの意見に流されて、濁りに流されて、それは正しいのか。いいか、それが民主主義の原点なんです。今のアメリカで言われたいわゆる近代民主主義の原点は多数決原理。誰でも書き集めればいいんだ。金でもばらまいて、脅しで透かしてもみんな書き合わせ、自分の仲間にするな、自分の子分にするないいんだっていうのが今の民主主義の原点、多数決原理の原理ということ。わらわらくらないのだよ。そう、多い人間だったら間違いねえだったら今いろいろすべて変わってないよ。素晴らしい世の中なんでしょ今のお前よ。どうなんだ、多くの人間が正しいっつってんだからいいんでしょ。でもおかしいじゃねえか、みんなおかしいって言ってるじゃねえかよ。おかしい、多数決で51と40、多半数以上の人間正しいって言ってたから不満の言う必要ねえじゃねえかよ。我々は本来の本音に立ち返り、おかしいと思ったものに対して多数ってのは一体何なんだ、クズでも多数なのか、そういうことをもう一度認識しなきゃならないわけになります。そう、いいですか。近代における多数決原理、いわゆる近代における民主主義というのは宗遇政治に陥ることは間違いないのであります。多くの弱者、弱い人間、それが全部駆け込みだれ的に集まって、そしてビクビクしながら多数を形成する力もろい人間が集まってくる。いいかい、今の中田町民ともそうじゃねえか。クズ同士これから集まろうとして、ただ形骸的に数合わせするために立憲民主と国民党が合体する、何の意味もないだろう、ポリシーもないだろう。集めてどうするんだ、140、150人集めてどうするんだ。自民党に拮抗する、笑わせるな。いいかい、自民党は権力を握ってっからクズでもクズらしいんだよ。我々はそういうような数合わせ、それによって何かしら世の中変わると思ったら大違い。いいか、そういうものはテクノ、我々のその意味において本来世の中変える、そういったものに対しては多くの支持を求めるつもりはもうとうないんです。一人で立つ、そのぐらいの気迫、やるのは一人、少数、常に歴史を作ってきたのは少数の人間なんだ。偉大な英雄が100万人いるわけないだろうがよ。歴史の中に残す時代時代の英雄は一人なんです。そして世の中を変革してきたのは少数の人間なんです。海徳にこの近代に来る大衆社会、ほとんどの無産無造の人間が集まって、いわゆるめくらの羊のように狼の一声によって
要があるわけです。特に今回のテーマで選挙、大体日本ほど超得金が高いところはないんですよ。この前の終わった東京都知事選挙、立候補するのに200万300万なのよ。いいかい、出てえやつは全部出ればいいじゃねえか。そのぐらいの気持ちだろ。超得金は100円せいぜい1000円だよ。俺がやるんだってやったらどんどん出ろや。そして堂々と世間に訴え、支持を活動する。そして選挙期間だからといって我々の運動っていうのは、このような運動は全部停止されちゃう。公職選挙法なる長いもんによっていわゆる政党を批判することは許されない。そうでしょ。だからみんなその時については何も静かい、いわゆる新式取りでやってる。本来そうじゃないんだ。何のために選挙に出て何のために議員になるのか。少なくとも国会議員、そういったものであれば立法機関でしょ。自分で法律を作るといったらものは自分自身が、先ほどのデクロボの多数決権利でもって好きなことだって全部法律することができる。現に今奴らが作ってる法律の中で自分たちの給料は自分たちで勝手に決めた法律で作ってるんだからね。いいかい、どこのどこに自分たちの給料を自分たち決めてるバカがいるんですか皆さん。いいかい、休日も給与も勝手に決めてんじゃねえか奴ら。勝手によ。だったら国民投票でやってくれよ。そんなの本当に国民が許していいのかどうかでしょ。全部処刑するとか、75歳以上は全部